ようやくですね、日本スズランが咲き出しております。小さいですのでね、よく見ての。富士見パノラマリゾートにやってきました。富士見駅から、シャトルバスに乗って約10分で到着です。今日はスズランを見に入笠山に行ってきマウンテン。山の層ですかね。なんだろう。スズラン。山野草、すずらん祭り開催中。わあ、こちらです。三陸駅右。うわあ、今日はせいでこさんも一緒です。イエイイエイ。この前食べたのここですか？ここです。山賊バーガー、美味しかったです。ここで食べた。ゴンドラスズラン、ここからゴンドラに乗ります。はーい、マウンテンバイクも乗れます。意外と早いですね。早い。ゆっくり乗った、結構な高さまで、来れてます。楽ちん。あ、ピンクのゴンドラとすれ違いました。あ、ラッキーラブゴンドラ、ね、いやこれ恥ずかしいよ、逆になんかあれに当たっちゃったらでもなんか恋愛がめちゃくちゃ成就しそう。確かに。ここは冬に、アイスクリーミングをしたところです。わあ、今は骨組みになっております。すごい。おー、緑が広がっています。ハピピーン。あとはもう大花ちゃんに。あ、すごい。あ、こっちも道があるのと、あっちがですね登山口です。あります。はい、ハイキングコース入り口、一滴マウンテン。はい、ゴンドラの山頂駅に着きました。着きました。はい、伊勢さんと同時に撮ってます。はい、もうめんどくさいから、はい、それでは入笠山に、一滴マウンテン。やっほいやっほい。お願いします。お願いします。オッケー同時取り手法。同時取り。エッセさんは今日も元気です。あ、元気です。でもお腹いっぱいなんだここから行ってきます。はい、わー、涼しい。虫の声も聞こえる。入笠湿原まで2分。入笠山案内図。はい、現在地はここ。ではこちら、お花畑、入笠山山頂湿原、一滴マウンテン。すごいしっかりしたスカーの音が。本当だ、すごい。そうですね、ああ閉めやすい。あ、すごい。こんにちは。あ、すごい。奥道がどんどん続いています。すごい。お花もいっぱい咲いてる。いい感じ。はい、入笠湿原にやってきました。はい、あっちにね、あの奥道があったりして、はい。で、とりあえず。山頂目指しマウンテン。はい、緑が生き生きしててとてもラッキーつか緑な感じです。山彦村。はい、今はねまっすぐ行きたいと思います。お、
綺麗なトイレも発見。行きたい人はここで行っといで。はい、こちらへ進みたいと思います。45分、やった、綺麗、登る。あ、鳥の鳴き声も聞こえるし、水のせせらぎも聞こえます。素敵な、素敵マウンテンです。かわいい。なんか色もかわいいし、お花がね、周りにふわってなってるのがとってもかわいいです。クリーンソー、みんな、見てクリーン。うわぁ、あんなところに、クリーンソーの大群。いや、群生。すごい。わあ、いろんな色のクリーンソーだ。すごい、かわいい。はい、この辺ほらちょっとだけ色が違います。かわいい、見てクリーン。ここに出ました。はい、まっすぐの道がマナスル山荘、ヒュッテ乳化さですね。はい、こっちはお花畑です。お邪魔します。お花畑と、乳化山、ここから40分。うわー、一緒ですかね。あー、はい、お花畑。あ、でもお腹減ってきてるかも。減ってきました。うん、お腹減ってきたかもしれない。あって迷っちゃう、どうしようかな。今日はチャリダーじゃないですか。あ、チャリダーじゃないです。ありがとうございます。普通にちょっと、はい、登りに行きました。マナスル山荘。すごい。こんにちは。あ、ごめん、どう、切っちゃった。あ、全然ありがとう。わ、すごい、でお肉でかい。セさんは塩ラーメンです。ちょっと一旦スープいっちゃいます。はい、あ、さっぱり、うまい。わ、はい、でっかい。でっかい、でっかい、でっかいが3枚です。うわ、すごい、3枚も入ってるんですか。はい、すごい。食べちゃおう。いただきます。はいはい、うん、うん、美味しい。わあ、すごい。ソテー定食、美味しそう、ボリュームも満点。ハピピうん、うん、うん、お肉、おいしい。おいしいです。おいしいですよね。うん、うん、柔らかい。うん、うん、うん、すごい、分厚い、分厚いですね。うん、
程が食欲をそそってきます。はい、ものすごいボリュームで、大満足です。めちゃくちゃ美味しかったです。ごちそうさん満点。わー、